英語学習に使える超便利な AI 紹介したいと思います。その使い方を説明していきたいと思います。シンプルにしてもらうとか、そういうこともできますよね。ブレインストーミングとかね、アイデア出しとかもしてくれますからね。単語の符号を発音記号をつけて作って、始まりました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、英語学習に使える超便利な AI 紹介したいと思います。はい、それが Notion AI って言われるやつですね。まあこれ使ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕の1ヶ月で攻略共通テスト英語リーディングのねの著者であるね斉藤先生もいつも使ってるんですけど、まあいろいろとねタスク管理したりするときに使える AI なんですが、英語学習にもねすごく使えるので、その使い方を説明していきたいと思います。はい、それではですね、見ていきたいんですけど、まずまあユーザー登録していただいてね、 E メールとか Google のアカウントでもできますし、そしてもらって、まあ無料で使えますんで、まあ有料版だとね月10ドルでアンリミテッドですね。はい、 無限に使えるんですけど、まあ無料で全然使えるのでぜひ使ってみてもらいたいんですが、日本語にも対応してますんで日本語に設定することもできます。じゃあどういう風にやっていくのか、まず一つ目です。今ね TOEFL でもねすごく要約が大事。そう、 TOEFL のライティングって文章だったりとか聞いたものを要約しなきゃいけないし、新しくできたね出題形式だ、相手の意見を要約して自分の意見を言うっていう形ですし、スピーキングもね要約ですよ。基本的には IELTS はね図表なんかを要約しなきゃいけないし、英検だって新たなライティングは要約問題ですから、そうだ、これから要約ができるようにならなきゃいけないんですよ。新規ページで新たに作ってもらって、ちょっと英文要約にしておきます。まあこういう風にいろんなとこからインポートすることもできますから、じゃあちょっとワードファイルから東大のねドキュメントちょっと入れてみますけど、はい、ここに要約の問題があるんですけど、 AI に依頼っていうのをやって文章を改善するとか、スペル短く長くとかいろいろあるんですが、要約するっていうのをしますね。そうするとこういう風にですね、 Table manners and the active sharing of food are fundamental to human society, distinguishing us from animals、ね、テーブルマナーっていうのは私たちとアニマルズを分けるものだよ。で、ただちょっと難しいなって思ったら、翻訳してって言えばほら翻訳してくれるわけですよ。だから今までね和訳のね参考書買わなきゃいけないとか、過去問集買わなきゃいけないとかなったかもしれないですが、今こうやって和訳ができる時代ですからね。で、下に挿入とかってやるとこうやって下に出してくれます。要約してもらって下に挿入すればこの要約文が出来上がりますし、その要約文をさらに短くしたり長くしたり、トーンの変更っていうのがですよ。フォーマル、カジュアル、率直、堂々としたフレンドリーとかですね、もっと口語的にしたいとか、もっとフォーマルなものにしたいとかっていうので変えることができるんですね。でちょっとカジュアルなものとかね、これ結構フォーマルな感じなんでやると面白いですね。ファンダメンタルとかがスーパーインポータントとかね、だからこういう風に何かを伝えたい時に、友達に言いたいとか、そういう時に変えることができるので、ね、E メールを書きたいんだとかっていう時に書いたりすることもできるわけですよ。でこういう風に様々な使い方ができるんで、いろいろなこの塊っていうのを本当ノートみたいに置くことができるっていうのがやっぱ特徴ですね。まあ、あとほら難しいよって思った時にね、シンプルにしてもらうとか、そういうこともできますよね。シンプルな表現に置き換えるとかってやると、 Table manners and sharing food are important in human society and set us apart from animals いう風に簡単な表現に変えてくれますね。こういう風に英語を英語で理解するっていう勉強にも役立ちます。で、あとはこのやっぱ分かんない表現とかあるじゃないですか、ちゃんと調べることできますね。例えばチャップツとかね、ここに分かんないって思ったら意味はっていう風に聞けば、ほら切ったり引いたりしたという意味ですっていう風に。で、あとは単語の表を発音記号付きで作って、発音記号で下に挿入すればこういう風に出来上がるわけですよ。もう表になって出てくるわけですよ。自分のオリジナル単語帳ですね。もちろん知ってるのがあればね消してっちゃえばいいわけじゃないですか。ソサエティ、はあ、こんなの知ってるっつってね、キャリーぐらいはわかるなこんなのって言って、ドカスとかしてファミリー知ってるなとかね、はい、こういうこともできるわけですよ。当然これだけじゃなくて、今度は自分の書いた作文でのチェック、それももちろんしてもらいます。例えばですね、いつも送ってくる4ローの英文がありますので、そちら使ってみましょう。でページを追加で英作文とやりますね。はい、4ローの英作文を貼りました。 I don't think that people today should spend less time using the internet. I have two reasons to support my opinion. こういう風にあるわけですね。でそれを AI に依頼を押してスペルと文法を修正する。そうすると
こういうふうに一瞬でやってくれますよね。The University Students が University Students になってるし、Today has to submit とね、have to に変わってますね。Therefore のスペルとかも変わってますね。で、下に挿入。で、さらにはこれを長くしてもらったりね。これだけ長くすることができるわけですよね。I strongly believe that って言って、四段落にすることもできるわけです。さらには、このね、直したものをトーンの変更でもっとフォーマルなものにすることもできますね。I believe that it is important for people today to continue using the internet. I have two reasons to support my opinion. Firstly, the internet provides us with a wealth of knowledge. For instance, I have personally learned various fish recipes from online videos and social media platforms without any cost. ということで、おー、すごいじゃないですか。フィッシュレシピーズとかね。ソーシャルメディアプラットフォームズとかすごいよね。新しくエッセイっていうのをやってみましょう。この Should people today spend less time using the internet っていうですね、先ほどのトピックを持って、でそれで AI に依頼して、まあ write an essay っていう形でエッセイ書いてっていうと、こういうふうにドワーッと一気に書いてくれますからね。ブワーッと書いて、こんなに書いてくれる。5 paragraph essay。 しかもね、もっと長くしたかったらね、続き書いてとかっていうこともできるしね。で、先ほど言ったように、これももっとシンプルなのにしてとか、フォーマルなのにしてとかっていう風に書き換えることもできるわけですよ。で、他にもね、AI にブレインストーミングとかね、アイデア出しとかもしてくれますからね。ね。インターネットの使用時間する方法、インターネットの利点とデメリットのバランスを取る方法とか、こういったもので書くことができますよっていう風なヒントも与えてくれるんで、これはでかいですよね。あ、もちろんこれも英語に直すこともできますし、いろんな言語に直すこともできますからね。ね、僕の場合だったら、韓国語に翻訳してもらってとかね。インターネットサヨンシガヌルチェハンハヌンパンポ。ね、チェハンっていうのが制限ですけど。っていう風に、こうやって複数言語も学んだりすることができるわけです。はい、どうだったでしょうか。このような形ですね、様々な方法でこの Notion AI っていうのは英語学習や言語学習ですね、に使うことができます。もちろんね、仕事でも相手に E メールを書くときとかに、ね、使って、この E メールの感じでとか、フォーマルにしてとか、結構仲いい人なんでカジュアルな感じにしてなんていうこともできるしね。まあ、トイックスピーキングだったりとか、様々なエッセイ、ね、IELTS のエッセイとかね、そういうときにも使えますから。だからまず、要約することができる。そして、アウトプットにも役立つっていうことですから。もう、使わない手はないでしょう。ということで、はい、概要欄にNotion AI貼ってありますので、まあ、まずはね、無料で試していただいて、あ、これ使えるなと思って、もうたくさんもっともっと質問したいよっていうんだったら、まあ、一月たったの10ドルですから、そちらで試してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひともやってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.